ーティー。どうもパーシーチャンネルです。今日は年末年始を利用して東武のリバティ SL 大樹、そしてスペーシアに乗ってきました。まずは浅草からリバティで東武日光へ向かいます。それではご覧ください、どうぞ。こちらがリバティの案内図です。トイレもしっかりありますよ。こちらちなみに備え付けテーブルの裏面に書いてあるんです。結構大きめなテーブルになってますよ。今まで乗った電車の中では一番テーブルが大きいんじゃないでしょうか。ドリンクホルダーはなぜか異常に浅いです。 Wi-Fi もしっかりついてますよ。車椅子の方でも子供連れの方でも入れる、誰でもトイレなども充実してますよ。今日は年末大晦日なので満席でしたよ。座席は硬くもなく座り心地はとてもよく感じました。 3,4 人で来た場合は椅子を回転させてボックス席にもできますよ。ファイヤー、ここにいてる。え、違う、あれ、あれこっちか。もうなんかまたレトロな電車が。わあ、到着です。東武日光。今、東武日光到着です。かっこいいな、リバティな。かっこいい。かっこいい。こちらが東武日光の駅前です。夜ご飯です。食べる人、はい、はい。こんなに美味しそうなお肉たくさんあるのに稲荷食べてる人誰？パパは？パパはあるよ、あるある。1000年以上の歴史を誇る二荒山神社へ初詣にやってきました。初めて来ましたね。謹賀新年書いてありますよ。ブロン、ライオン怖い。参拝終わりましたので、これから下今市行きましょう。行く人、はい、SL 乗る人、乗ろう。大樹ね。それでは行きましょう。ゴーゴー。あのバスなんだ。初めて見たあのバス。東武バス日光って書いてあるからやっぱ東武系なんだろうね。カラフルなバスがたくさん行き交ってます。全部東武バスかな。さあ、東武日光駅から下今市へ出発です。日光詣だ、ゴールデン。本当に転車台があるんだ。さあ、SL 転車台広場にやってきましたよ。なんと時間がたまたまぴったりだったのか、これから SL が出てくるみたいですよ。頑張れ頑張れ。あ、スペーシアも来た。かっこいい。すごいラッキーじゃない、時間めちゃくちゃラッキー。おー、この匂い、油の匂い、いいね。おー、すごい動いてる、本当に。
転車台くるくる回ってる、トーマスの転車台と同じじゃん、緑のくる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 の、おじさんが回してるんだよあれ、くる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 って。転車台完了かな、ここかな、ガチャーン完成。口に入れるぞ、ポニポイ、投炭します、投炭、いやこれでホッホー、オッケー、もっともっと、はい、オッケー、これ、わわわわ、たたたたた、記念に駅弁、機関車じゃないか、蒸気機関車大樹の埋蔵金弁当1750円購入してみました。おいいな、食べる人、食べる、いただきましょう、黄金のちゃんと書いてあるんじゃん、黄金のスプーン付きです、美味しそう、美味しい美味しそう、美味しい、いただきました、美味しい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 、うん、でもこれ持って帰れるしね、うん、いいと思う、ちゃんとしっかりしてるし、安っぽくない、こっち見て、正月なんで、と混んでますね、電車今日満席に近いんじゃないか、確認と記念乗車証の配布を行います、お手製ですがお手元に座席指定券をご用意くださいませ。やったいただいた、これいる？どこ寝ちゃいましたけどもね。今日はお正月なんでね。もう正月モードになってる。音楽もこっからか。お正月の音楽が流れてますね。すごいですよこの川、見てください。ポンコツスープみたい、スケール大使乗ってきましたよ、寝てるし、起きた、スケール大使見せて、どどん、わお、そうそう、金の下今市に来ました、乗る人帰ろう、スペーシア乗って帰ろう、帰ります、あーコーラルオレンジ、さあ6号車スペーシア乗りましたよ、スペーシアの特急、個室か、今が個室です、行ってみましょう、全然違うね、一般席、ここだ、こちら、こちら、どうぞ、同じ、やった、すごい、あの東部博物館の個室のあれと一緒だ、はい、ということで帰りはですね、スペーシアの個室に乗ってみましたということで、今、6号車の5番室の個室に今いるわけでございます。このねシート見てもらうと分かるんですけど、僕ね身長180もあるんですけどね、こっちの方見ると分かるけど、これ2人掛けって書いてあったんだけどね、大人がね3人座ってるいけんじゃないかな、多分マックスこの個室ね大人6人座れますね、4人掛けだと思ったんですけどね、でも4人様の時はよいしょ、この子をこっちにいたとしたら、ここちゃんと肘掛けがありますんで、ここでね持たれることももちろん
できますと。そしてちゃんと、結構分厚いね、防音のドアがあるので、まあ、周りの音、まあ、個室だらけなんですけど、個室の他の部屋の声なんかも全然聞こえないような作りになっております。そして真ん中にはですね、この長細いテーブルがあって、お土産用にね、本当は電車買ってあげたかったんだけど、トミカが欲しいって言うんで、あの車買いました、タクシー。はい、そうです。スペーシャに乗ってるんです。ちょっと上の方にもね、もちろん物置けるようにもなってますよ。たくさんゆったり、6人分本当置けんじゃないかってぐらい結構ゆったり物置きスペースもありますし、そしてこの窓も、夜なんでね、今日残念ながら外の景色全然見えないんですけど、すっごい大きいこの窓ガラス、大パノラマです。ただちょっと乗ってみて分かったんですけど、今日ねお弁当とか買ってきてこれから食べようと思うんだけど、結構揺れてますね。結構揺れてる、結構揺れてる。うん、だからなんか大きいカンカンの飲み物とかね、そういうのはちょっとこぼれちゃうんじゃないかってちょっと心配ですけどもね。それでは、駅弁ですか、駅弁食べてみましょう。それではご覧ください、どうぞ。下今市の、駅の近くで売ってた、駅弁、湯葉が入ってる鶏わっぱ、そして日光のマス寿司でございます。さあ、こちらマス寿司と、こちらわっぱ鶏飯、うまそうやね。こちら唐揚げね。マス寿司なんだけど、やっぱ日光の名産品、湯葉がこそっと含まれてます。さあ、いただきましょう。おいしい。あら、おいしい。おいしい。おいしそうね。いただきます。うん、うん、おいしい、おいしいな、マス寿司。こちらもおいしい。おいしいです。よかったね。おお、食べる食べる。そこのセブンイレブンのサンドイッチが超気になるけどね。ドン。ねえ、スペシャルかっこいいね、見てください。おいしい。うん、食べよう。今回はなんだっけ、リバティと SL 大樹と、そしてスペシャル3個に行きましたね。それではまた、バイバイよ。バイバイよ。本日もご視聴ありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイよ。バイバイよ。